はいどうも、カードショップ山本屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日18時に MTG 関連の動画をアップしています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録、あと高評価、グッドボタンよろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキはこちらです。はい、アゾリウスライフゲインということで、はい、ライフゲインと青を足して、まあ、全力に備えたり、まあ、守りながらサイズでかくしながら、ライフ回復しながら、盤面を制圧していくというね、形のデッキですね。まあ、ちょっとね、爆発力その分落ちてはいるんですけど、まあ、全力でひっくり返されるっていうパターンがね、かなりなくなったんじゃないかなと思います。まあ一番ね、本当全除去で盤面フラットにされるのがね、ライフゲイン系のデッキがきついところだったんで、まあそこを補ったという感じですかね。はい、さあそれじゃあね、早速やっていきたいと思います。はい、プレイ。さあ対戦相手先行。もう土地2倍かな。最初反動の時は本当にね、もうアリーナの闇があるからね、怖いんだけど、これをマリガンするというのもどうなんでしょうね。多分これをマリガンしてたらもうアリーナマリガンばっかりになるんだよね。それぐらい土地がね、2枚スタートが多いんだよね。もう来ない時はもうこれで負けだからね。聖職者出してもあと何もできずに負けるっていう、来始めたらね割と普通に来るんだけどね、来ん時はもう絶対に来んからね、まあ、あと祈るだけ。おお、土地が来た、奇跡だ。どうする、否認構えながら行くか。手のデッキ的には、はい、さあライフを回復していこう。まあ、ドゥームスカールは警戒しながらだね。ドゥームスカール警戒しながらだけど、まあまだ大丈夫やろね。なんか変なカードは、ドゥームスカールもまだこのターン来んし、でも相手多分クリーチャーデッキだな。アゾリウスマギとかそんなんかな。でもマギデッキだったらカウンターしきれんだろうな、多分サイズで押し切るしかない。って言うてたらなんか相手に、1マナ白インスタント1マナなんかあったっけ。もうブロックしていいだろう。さあ祝福されし者の声。え、マジか。そこにカウンターを使わされるとは。もうでも殴っていくしかないんだ。殴り合いするのが一番ベストな気がする。マギだったらどうせカウンターしきれんしね。いやー、こっから攻撃通らないんじゃないかな。きっついなこれ。
スアタックもう飛行のでかいので押し切れるかどうかをやるしかないね。向こうはひたすらこの祝福されし者の声をね通さんようにしてくるだろうけど、でまあ履修だからね追放除去取ってこれるやろうし相当きつい、きつすぎるわ。永遠に攻撃通らんだろうなこれ。殴られるのは別にどうでもいいわな俺。殴り合いでいいっすよ。殴り合い殴り合い。殴り合っていこう。向こうを使うタイミングがあるのかどうか。なさそうだね。さあ殴り合おう。相手アンタップ状態が3体。どこも通したくはないだろうけど。こういったら相手も殴ってきにくいだろうな。ターン終了。高齢持ちか。そしてまたトークン出てくるのか。キリがないなこれ。そして何も引かんっていう。さあアタック。うん？ああ、そっかそっか、そういうことか。はいはい、しまったな。まあまあ気にせずでも突っ込んでいくしかないね。来ましたね、ありがたい。さあ戦乙女、
さあ、タック。まあ、ここのサイズもね、ちょっとでかくしていかんとダメだね。さあ、才能の試験。こいつを抜けたのは結構でかいかも。まあ、打ち消すか。向こう多分数字的にそこは打ち消しといた方がいいような気がするよね。おー、いいの来ましたね。心強いな。じゃあ行きますか。さあ、アタック。はい、対戦ありがとうございました。さあ、対戦相手先行。さあ、7枚でキープ。まあ、旅する聖職者。ミドタンかな？ちょっとでも珍しいタイプかもしれないね。はい、クレリッククラス。まあ、めっちゃライフ回復していきたいね。上陸系のなんかデッキですかね。ちょっとわからんけど。めっちゃ回ってんな。さあ、古参兵、古参兵のさらにタップでライフ回復してターン終了。このターンは4点以上はダメージ食らいたくないところではありますけど、
なんかアイテムいろんな色があるね。アッシャーや。はい、オッケー。なかなか厄介だね。バウンスしたってもいいか。いや、できればここはバウンスしたくないんですけどね。さあ、ブロックしない。さあ、これで4点ダメージ、ターンもらいます。戦を止め、はい、旅する聖職者。さあ、これででかくなったぞ。ターン終了。土地を戻す意味は何なんだろう。なんかでかい呪文飛んでくんのかな。今のところちょっとなんかよくわからん。でもなんかすごいマナを出そうとしてますよね。さあ、消えゆく希望。チャビのベールか。まあ別にトランプル持ってないんで、はい、普通にブロックします。めちゃくちゃ痛いけどね。さあ、アタック。さあ、ロージュリンのトロールか。パンチ力がやべえな。はい、でも減らしていきたいけどな。減らしていきたいけど、まあでもここでブロックしといた方が無難かな。やばいな、攻撃力が。さあ、ポサンヘ。
売り合いかな。さあ、古参兵から、古参兵じゃない、幻影か、光明の幻影。まあ飛行クリーチャー一点突破ですね、こっちが狙うのは。アタック、また到達とかそこら辺出てきたらバウンスするぐらいですかね。さあ、残りライフが5、ターン終了。消えゆく希望、これはかなり楽になりましたね。まあ特にブロックする必要がもうないですね。はい、対戦ありがとうございました。さあ、7枚でキープします。さあ、旅する聖職者、さあクレリッククラスと土地を出して、タップでライフ回復してターン終了。サポータブルホール、まあしゃあないな。さあ、展開のユニコーン、ターン終了。さあ、タップしてライフ回復して殴っていく。6点、ターン終了。さあ、エドガー、目玉の暴君の住みか潰しときますか。さあ、消えゆく希望でバウンス、ライフ回復して、さあアタック、ターン終了。結構厄介だね、厄介だね。消えゆく希望、欲しいのはクレリッククラスではないね。はい、ここで決めたい。ああ、来ましたね、ありがたい。はい、
先へ行く希望。さあダック、はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。アゾリウスライフゲインということで、まあウルゾフが流行り始めてからかな、すごいライフゲインは見なくなったんですけど、まあ、ひたすら相性悪いですからね。まあそれ以外は割とね、サイズでかくなったりして押し切れるんで、うん、結構いい感じかな。まあコントロールにちょっと微妙かもしれんけど、バウンス系とかね、まあ、ルーンの方が早くでかくなるとかね、いろいろ問題はありますけど、まあ、ちょっとね、でかくなりながら、ライフ回復しながら、まあ、さらにカウンターで守りながらっていうね、ちょっと保守的な、ちょっと守備的なね、デッキに仕上げてみましたけども、まあ、ハマれば強いという感じでしょうか。まあ、あと相性がね、すごいはっきりしましたね。何回か対戦しましたけど。まあ、相性最近はありねってて、どのデッキ使っても相性悪いのには、ほんととことん相性悪いけど、相性いいのにはすごい戦いやすかったりね、やっぱしますんでね。まあ、いろんなデッキ試してみるのはいいんじゃないかなと思います。はい、まあ、そんな感じで、ライフ回復好きな方はね、ぜひ遊んでみてください。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。